江戸薩摩藩邸の焼き討ち事件は、薩摩藩が江戸市中取締まりの省内藩遁所を襲撃したため、幕末の慶応3年12月25日の江戸の三田にある薩摩藩の江戸藩邸が江戸市中取締まりの省内藩新町組らによって襲撃され、放火により消失した事件のことである。この事件からの一連の流れが母親戦争のきっかけとなった。文久三年四月、 庄内藩は、高崎藩、白川藩、中村藩と共に、江戸幕府から、江戸市中の警備を命ぜられ、以降、上位派の取締りに実績を挙げていた。この時期、前将軍、徳川義信をはじめとする幕府の幹部は、刑に詰めて、おり、江戸には、市中取締りの藩兵のみが警護に当たっていた。慶応2年12月、三泥市の中村雄吉、相良創造。 里見坊らが、犬井大輔を頼って、江戸に潜伏。当時、江戸築地土佐判定の総圧役であった、犬井大輔は、参勤交代で藩主が土佐へ帰ったばかりで判定に、人が少ないのを後期として、藩主に無断、かつ、藩重役にも相談せず独断で彼らを、藩邸内にかくまう。薩土倒幕の密約記念碑密約が締結される前、段階として、京都東山、 金安郎で、会見が持たれたことを記念する石碑京都市東山区、慶応3年5月21日、中岡慎太郎の仲介によって、土佐藩、犬井大輔と薩摩藩、西郷隆盛の間で締結された、殺土倒幕の密約では、この老子らの身柄を、土佐藩邸から、薩摩藩邸へ一貫することも盛り込まれた。翌5月22日に、犬井は、 薩摩藩と締結した密約を山内妖道に臨毛し、同時に金納藩三と老子を江戸藩邸に引徳していることを告白。土佐藩の危機を促した。妖道はその勢いに押される形で、この軍事密約を承認し、大助に軍政改革を命じた。土佐藩は犬居を筆頭として、軍政改革、近代式連兵を行うことを決定。犬居は、 5月27日、中岡慎太郎らに、大阪で、ベルギー生活案式、アルミ2300丁の購入を命じ、6月2日に、土佐に帰国。中岡は、犬井大輔の武力倒幕の決意をしたためた書簡を、土佐金納党の同志宛に送り、土佐金納党員ら304名の指示を得た。薩摩藩側も5月25日、薩摩藩邸で、重心会議を開き、 反論を武力倒幕に統一することが確認された。一方、幕府側は、6月10日、近藤勇ら新選組大使を幕臣として召し抱え、勤労派の取り締まりを強化した。慶応3年9月6日、大観察に復職した犬井大輔は、殺土倒幕の密約をもとに、藩内で武力倒幕論を推し進め、佐々木隆行らと藩長を動かし、 土佐金納党弾圧で投獄されていた、島村寿之助、安岡格之助ら、旧土佐金納党員らを釈放させた。これにより、土佐七軍の金納党の幹部らが義して、大助を名手として、倒幕挙兵の実行を決断。竹市随山の土佐金納党を、犬井上大助が事実上引き継ぐこととなる。慶応三年九月九日、土佐藩を抱えの刀鍛冶、左行秀では、 大輔が江戸の土佐藩邸に金納派老子を引徳し、薩摩藩が京都で挙兵した場合、大輔らの一党が東国で挙兵する計画を立てていると寺村左前に対し密告を行った。雪秀は犬井大輔が水戸浪士中村幸吉にずつた所管の写しを証拠として所有しており、大輔の失脚を狙って左前に密告したものである。 このことが、陽道校の耳に入れば、大助の命はとても助からないであろうという話を、漏れ聞いた、清岡公針は、土佐金納党の一員であった、島村寿太郎に、犬井大助を脱藩させることを提案。島村が大助に面会して、脱藩を進めた。しかし、大助は、陽道の小川公用駅、西野智子に対し、三刀氏を判定に引得していることは、 すでに5月に自ら陽道校へ申し上げていることであるため、すでに覚悟はできており御沙汰を待つのみであると返答している。果たしてこれに対して陽道は、大助は、暴撃の、強をけれど、豪も邪心なく指示のために動かず、軍下が、奥より行きを送付もあまりは彼を殺すに忍びず、山内陽道と答えたため不問に付される。九月十五日、坂本良馬らはこれにこして、 長崎より重機を携えて、土佐へ帰国。10月、土佐判邸にかくまわれていた三戸ろ氏らが、薩摩判邸へ一貫される。倒幕の密直調停は幕府を討伐すべく、倒幕の密直を、慶応3年10月13日に、薩摩藩へ、翌14日には、長州藩へ、それぞれ下した。13日に密直を賜った薩摩はすぐに行動を、開始する。 殺度倒幕の密約によって、土佐藩から身柄を遺憾された、佐柄創造ら勤労派老子は、西郷隆盛の意を受けて、活動を開始し、三田の薩摩藩邸を根拠地として、意思を同じくする、倒幕、尊老上位論者の老子を、全国から多数招き入れた。彼らは、薩摩藩士、伊宗昌平や松光久之助の指示を受け、放火、略奪、暴行などを繰り返して、 幕府を挑発した。その行動の指針となったお定め書きにあった、攻撃対象は、幕府を助ける商人と諸藩の浪人、獅子の活動の妨げになる商人と、幕府役人、動物を扱う商人、金倉を持つ負傷の四種に及んだ。旧幕府も前橋藩、桜藩、三部藩、庄内藩に、盗賊その他、怪しき風体の者は見かけ次第、必ず飯一人申すべし。 賊が逆らいて、その手に余れば打ち果たす目しからずと厳重に支柱の取り締まりを命じたが、武装集団に対しては十分な取り締まりとならなかった。省内藩は、旧幕府が上落のため編成し、その後警護に当たっていた、新町組を借り受け、薩摩判定を見張らせた。倒幕の密直の直後の慶応3年10月14日に、大政奉還が行われ、 倒幕の実行延期の沙汰書が10月21日に、なされ、倒幕の密着は事実上、取り消された。倒幕のための挙兵の中止も、江戸の薩摩藩邸に伝わったが、倒幕挙兵の噂はしばたたく間に広まっていて、薩摩藩邸ではその日のついた死死を抑えることはできずに、いた。騒乱行為はますます拡大していき、慶応3年11月末には、 竹内慶を司会とする十数名の集団が下付けで、流山万願寺の先住院によって、激文を発し、さらに150名をも超える一団となって、行軍を開始。同年12月11日から数日間、栃木塾の雪橋付近や岩泉山で関東を取り締まり、出役、渋谷和城を率いる、旧幕府方の諸藩兵と交戦し、鎮圧された。敗れた竹内は、 中田塾で捕らえられ、処刑された。しかし、参加者数名が脱走して、薩摩藩邸に逃げ込んだ。同年11月25日には、上田修理ら十数名の集団によって、交付城攻略が計画されるが、事前に八王子千人同心に露見し、八王子塾で撃退された。その際の襲撃者たちもやはり、薩摩藩邸に逃げ込んだ。 同年の12月15日には、小井淵四郎を主会とする三十数人の集団が、相模の鬼の山中藩の大久保協議の陣を襲撃し、薩摩判定へ戻ったが、こちらは死者1名、負傷者2名で、比較的損害は小さかった。12月20日の夜には鉄砲や槍などで武装した50名が、御用刀のため同判定の裏門から外に出たところ、かねてより見張っていた。 新朝組に追撃され、族徒は、散り散りとなって、薩摩藩邸へと逃れた。族徒側も反撃に及び、12月22日の深夜、新朝組が頓所としていた赤羽橋の身の親に30人、あまりの族徒が鉄砲を撃ち込んで逃走、薩摩藩邸に逃げ込んだ。翌12月23日には、春日神社前にある、庄内藩の頓所へ鉄砲が撃ち込まれ、 使用人一名が死亡した。これらの状況下で、幕臣たちは、続出する騒乱の黒幕は、薩摩藩との疑いを強くし、将軍の留守を守る淀藩主の老中、稲葉正久にはついに武力行使も辞さない、強行手段を決意する。12月24日、庄内藩江戸邸の留守役、松平をやふところに、薩摩藩邸に、族との引き渡しを求めた上で、 従わなければ打ち入って飯捕らえよとの命を下す。これに対し松平は、薩摩側が、素直に引き渡すとは思えず、打ち入りとなることは必死だが、庄内藩は先日銃撃の被害を受けており、この状況下で打ち入れば、支援主等の阻止を受けてしまう。そのため、他藩との共同でことに当たらせてほしいと願い、受け入れられた。これにより、庄内藩に加え、上山藩、鯖江藩、 岩月藩の三藩と、庄内藩の四藩であるでは松山藩が参加。戦闘式は、庄内藩の官軍、石原宗右衛門が取ることになった。打ち入りに際し、薩摩屋敷の戦力は、老主200名場16頭と内定の情報があり、これに対し24日中に、庄内藩500人。 上山藩300人、鯖江藩100人、岩月藩50人の老子に加え大砲鉄砲やなどが、庄内藩の西丸氏も伊賀屋敷に集合、夜食を取ってから赤羽橋に集結25日の打ち入りに備えた。12月25日未明、これらの藩は薩摩藩邸を包囲。ただ、薩摩側が急訴状態となることを危惧し、 庄内藩が受け持つ北門と西門のうち、西門付近は意図的に包囲を緩めた。まずは、交渉役の庄内藩士、安倍東蔵が、薩摩藩邸を単身で訪問。藩邸の留守役の篠崎彦十郎を呼び、族との老子を武装を解除した上で一人残らず、引き渡すよう通告したが、その場で、篠崎は即時引き渡しを拒否した。引き渡されはせんでしょう。では、 これにてごめんと言った安倍を藩邸の外に送り出した篠崎は外の様子を探るために藩邸のくぐり道を出たがそこには庄内藩兵が待ち受けていた。安倍がもはや手切れでござると呼びかけ、それを機に幕府方は打ち入りを決行。篠崎は庄内藩兵に槍で突き殺された。包囲する庄内藩兵たちも砲撃を始め、同時に西門を除く参加から、 薩摩藩邸に打ち入りを開始した。迎え撃つ薩摩藩邸や薩摩藩を抱え老子も応射するなどして奮戦するが、大勢に無勢であり戦闘開始から3時間後、旧幕府側の砲撃や老子らの放火によって、薩摩藩邸は至るところで炎症し、もはや踏みとどまれる状況ではなかった。当初より脱出を指示されていた老子たちは、火災に紛れて藩邸を飛び出し、 二十数名が一組となって、逃走を開始。相良創造、井ムタ昌平らをはじめとする数組が、幕府方の包囲網を抜き、浜川さ州へと向けて走り続け、道筋の民家に放火するなど追跡を錯乱しつつ、品川へ。目指すは、品川に停泊する薩摩藩の運搬船、小高丸であったが、焼き打ちと同時に、小高丸は、 旧幕府の軍艦海天丸の接近を受け、沖合へと逃げ出した後であった。老子たちは漁師らから小舟を奪うと、沖合へと船を出し、なんとか、小高丸に乗り込もうとした。この時、154名の老子らが沖合を目指していたが、小高丸は、再びの回転接近により怒りを上げて、江戸からの撤退を決断。先に乗り込んだサガラ名を収容し、 残りは置き去りにして、奇襲へと向け出港した。残された者は、羽田方面と船を向け、上陸後、解散することになった。一部は、その後、相良たちの赤砲隊に加わることができたが、多くは捕獲された。マソミツキュウノスケも捕らえられた。小高丸は、かなりの難航の末に忍宮屋にたどり着き、乗っていた相良たちはそこから、上陸、母親戦争へ参戦することになる。 この焼き打ちによる死者は、薩摩判定使用人や老子が64人、旧幕府側では、上山藩が9人、省内藩2人の、計11人であった。また、捕獲された老子たちは112人に及んだと、記録されている。事件の詳細が、大阪城の徳川家の幹部のもとへ伝わったのは12月28日で、大殺強行派として知られる大目付滝川愚教と、勘定奉行、 尾の後半によって伝えられた。老中、板倉勝清と、前将軍、徳川義信は湧き上がる。薩摩討兵べの声を抑えることができず、薩摩藩の目論み通り旧幕府は盗撮への意思を固める。その様子として、復古記において、坂上にて花だしく上様へ、相せまり校舎は、滝川晴馬、ま、塚原田島、尾の内前世にてこれあるべしと申すこととの松平。 春学の証言が残されている。当事者である、新朝組はそこまで大事とは考えていなかったようで、新朝組の山口三郎が打ち入り3日後に、勝回収を訪ねてきた際には、おそらく戦になるだろうと語り、また安倍東蔵は、今後のんびりやりましょうと述べ、この時点で大規模な母親戦争が想定されていたわけではない。旧幕府は朝廷へと盗撮を上表し、 慶応4年一1月、軍を編成して、京都に向けて、進軍を開始した。この、京都の薩摩兵への攻撃は、その後、母親戦争へとつながっていく。12月28日、土佐藩、山田平左衛門、吉松即の助らが、伏見の警護に着くと、薩摩藩、西郷隆盛は、土佐藩士、谷田敵へ、薩摩、長州、 秋の三藩にはすでに倒幕の勅命が下ったことを示し、薩土密約に基づき、犬井大輔を大将として、国元の土佐藩兵を上落させ参戦することを促した。殺衆屋敷明打事件の一方に接し、西郷は、これで倒幕の名分は立ち申したと喜び、急ぎ、土佐藩の谷立盾を呼んで、ついに先端は開かれましたぞ。今こそ、 規範との5月の約束を履行していただく時が参り、申した。犬井大輔殿を将として速やかに出兵のことを頼みますと、殺土当幕の密約に基づき、土佐藩に兵の出動を促した。渋沢栄一著、徳川義信公百267から268ページタには、大仏寺社区員の土州本陣に戻って、失政山内隼人に報告。 慶応4年に1月1日、谷は、下横目、森脇ゆ一郎を伴って慶を出立。1月3日、鳥羽伏見で戦闘が始まり、1月4日、山田隊、吉松隊、山地元春、北村重より、二川元助らは判明を待たず、薩土密約を履行して参戦。その後、錦木のお旗が翻える。1月6日、谷が土佐に到着。1月9日、 犬類大介の失脚が解かれ、1月13日、深尾正室を総督、犬類大介を代替司令として、春正隊を編成し、土佐を出陣、母親戦争に参戦した。母親戦争後、この事件を、西郷隆盛と板垣大介は次のように表している。私が母親戦争後に再び、西郷君と回復たち、西郷君は、板垣さんという人は恐ろしい人よ。 他人のところへ、あんな物騒な老子を放り込んで戦争を打つ、始めさせるとは、心療炎房。なんとも、恐ろしい人よと茶化して、私に言うので、それはさてさて、人聞きが悪い。近頃迷惑千万な話じゃが、これを投与された先生こそ随分と、危険な個人であったように思いまする。とにかく守備は上々。あれは、後期幕明けでござりましたなと申し上げたら、 西郷くんは、加賀大賞したのを悟し得ております。あの浪費騒ぎが、母親戦争の幕開けであったと思っております。板垣大輔、維新前後経歴団、ありがとうございます。